藤川さん、はい、テーマの発表お願いします、はい、教師の仕事、優秀な人が目指せるように。はい、東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校の児童23人の遺族が市と県に損害賠償を求めた裁判で、仙台地裁は市と県に対し14億円余りの損害賠償を命じる判決を言い渡しました。東日本大震災などの教訓を踏まえ、文部科学省は大学の教員養成課程の必修科目の中で災害発生時などの学校の安全確保や対応について学ばせる方針を固めました。2019年度からの導入を目指し、省令改正などを行うとしています。まあ、お医者さんもそうですし、はい、裁判沙汰が増えるとリスクが重すぎて、はい、そこをちょっと回避しちゃう、ね、つきたくないって学校の先生たちもそういう方多いのかな、これから。そうですね、まあ、教員に求められてることがここ20年ぐらいでかなり増えて、そうでしょうね。本来は家庭でやるべきことが家庭がなかなか、ね、受け皿にならないから学校にっていう。そうですね、まあ、いじめの問題などはもちろん学校でやるべきことでしょうけれども、例えばアレルギーへの対応とかですね、虐待児童を発見して児童相談所に通告するとかですね、そういった仕事も多くて、そうするともう子どもを守る仕事になってきてますよね。そうか、教えるじゃなくて守るのか、なるほど。でしかし教えることもどんどん変わってきているの で、 そうですね、ICT も導入されてますし、はい、アクティブラーニングが、ね、もう当たり前になってきてますし、うん、教えることはどんどん増えて複雑化しているわけです。子どもの頃学んだことをそのまま教えるっていうのは無理なんですよね、うん、でそういう中で文部科学省では教員の養成制度を変えようとかっていうことを議論していて、まあ、さっきのニュースでも、災害対策も入れようと言ってますけれども、うん、もう大学で教えるべきことが今膨れ上がっているんですね。あ、義務教育課程だけじゃなくても、はい、そこはもう大学に至るまで、いや、ごめんなさい、大学で教員養成をするときに、あ、そういうことか、そういうことか、うん、教えなくちゃいけないことがどんどん増えています、2,30 年前と比べると何倍も教職課程として教えなきゃいけないことがあるんですね。でそういう中で教員の仕事ってどう考えていただきたいのかってことを少しお話ししたいんですけど、はい、今こういう動きになっています。文部科学省はですね、教員の養成とか研修とかそういったことについての法律の改正案を作っておりまして、もう文部科学省のサイトでは公表されています。でこの中では教員の資質向上というのがテーマになっている。でつまり教員の能力をもっと上げましょうっていう論点になってるんですね。でそうするとさっき の防災なんかもですね、ここに入れていくってことになるわけです。すごい総合力が求められますね、はい、まあ、やっぱスーパーパーソンみたいな人が求められているわけですね。でしかし、一方でですね、この議論の発端って去年政府首相直属の教育再生実行会議で議論されたものでございまして、この下にあるんですけれども、ちょっと映ってないですかね、教師になりたい人を増やさなきゃいけない、うん、教師というのは魅力的な仕事なので能力の高い人が教師を目指してくれるような社会にしましょう、うん、っていうことを言ってるんですよ。ところが文科省になってしまうと資質向上になってしまって、能力を高めましょうっていうふうになってしまい、優秀な人を集めようっていう方向はなくなっている。優秀な人を集めるには、待遇の問題もありますし、教師がすべき仕事を手伝ってくれるような助手的な仕事を増やしていくとかってことも必要なんですよね。そうか、そうか、だから単体ご本人だけじゃなくて、周囲のチームとしてのありようっていうことですね。で、今一方でチーム学校っていう議論はあって、教師を支える専門的な職業の人を増やそうっていう議論はしているんですけれども、財政なんですからどこまでできるかは分からない、うん、なで今はとりあえず質向上っていうことにしようっていう、うん、流れなんですね。でこうするとしかし教師の負担がどんどん重くなってしまって、無理を強いることになる。多忙化が進んでます。平日10時間平均で働いてるっていうのが現状です。でこれではいい教育はできませんので、やはり教師の待遇を改善して、優秀な人が教師を目指してくれるようにしていくってことを忘れちゃいけないのかなっていうのは私の考えです。そういう意味で言うと、その人材登用で言うと、はい、一時期やはりその民間からの、ね、ということで、はい、校長先生やられたりとか、でも民間からのっていうことで来られた先生方が必ずしも皆さん能力を発揮できる職場環境でもなかったようだというのもあって、苦労されている先生方は大勢いらっしゃるわけですよ。一人で乗り込んでいってもなかなか学校現場とは合わないんですね、うん、ただそこは今だいぶ変わってきていて、例えば校長になる予定の人が副校長でまず勤務して学校に馴染んで同じ学校の校長になるとかですね、結構工夫はされてきてますね。
でもその一方で民間からのっていうのもこれはまた安易な話かなと思っていてやっぱりその教育学部もあって専門に先生が研鑽を積んでこられたプロフェッショナルとしての教師の在り方っていうのもやっぱりもっともっと目を向けたいんですけど、その場合でいうと先生おっしゃってた待遇改善、それはやっぱり給与の問題であったりとか、まあ、勤務時間の問題が大きいですね。勤務時間、何が一番理想ですか？これやっぱり雑務が多いんです。調査に答え、さっきのいじめのアンケートなんかもありますけど、ああいう調査がものすごく多いですね。 それを逆にアウトソーシングできたりとか、もっと別の方法があるかな。授業の準備も印刷とか細かい作業まで全部一人でやらなくてはいけないんですよね。浦上さん、そういう人材一流企業が見逃さないわっていうことで奪い合いになりますよね。一流企業に行かないで教師になるっていう人がもう少しいるとすごく学校良くなると思うんです。ありがとうございます。